こんにちは。6月の1日金曜日の株とか合わせの売買シナリオでございます。現時刻が2時52分と、まだ東京株式取引終了しておりませんとういう時間帯でございます、えー。さて、実はですね、本日もなんでございますけれども、今2時53分になったところでございますが、今日の午前中でございます。えー、10時からですね、こちら、ラジオ日経さん。 え、出演させていただきましたマーケットプレイス。これ10時からでございますけど、為替の話させていただいたんですが、え、本日でございます。え、夕刻、4時20分から、え、かぶりつきマーケット情報局という番組がございますけども、ラジオ日経さん。こちらのところにですね、急遽。 えー、今夜雇用統計でございますので、ね、これに合わせて、ね、急遽乱入することになりました。えー、延長戦の方もちょ参加させていただくということで、今日はちょっと前倒しでございます。ということで、本日の今現時刻、日経平均株価でございますが、岡さんオンライン証券のネットトレーダーでご覧になっていただければというふうにして思いますが、まだ引けていないんですが、現時刻ですね、まあ、かなり22,250円水準を明確に超えていくことができないというのは、なぎの展開で終了とこういう形になりそうでございます。 えー、東京金融取引所クリック株365の方は、まあ、プレミアム乗っかっておりますので、今22,360円水準ぐらいでしょうか。えー、ドル円レートの方は週末、6月の1日ということで、えー、まあ、少し需給でもあるのかな、というふうにして思ったんですが、日銀のオペレーション、えー、こちらの方での、また減額というところで少し円、買い、 圧力というんでしょうかね。投機的な仕掛けがあったんですが、結局は反転してということで、現時刻109円の10銭台、えー、推移しているとこういう状況でございます。さて、これを踏まえてなんですが、今夜の雇用統計、まあ、ラジオの方で申し上げますが、当然、先んじてでございます。えー、この倍品のところでご案内させていただこうと思いますのが、こちらのシナリオでございます。 今回の売買シナリオ、ドル円でございますが、まずは、ドル円レートは108円の70銭から109円の50銭というところで勘案しております。9の当選というところは一つのポイントというふうにして見ておりましたが、先ほど申し上げたように10時10分です。まあ、ラジオに出ていた時間帯だったんですけども、日銀のオペレーションで減額というところでございました。えー、本来でしたらここで、また長期的な仕掛けあるんでしょうが、今はどう考えても日銀の金利、 金融政策、正常化の見通しというのは、ちょっと考えられないというところで、逆にですね、投機的な仕掛けから、しか、下押ししたのが、改めてそれがまた巻き戻されてというんでしょうかね、押し出されて、押し返されて、旧の当選ストップロス、ちょっとつけてというところで、今足元というふうに見ておりますが、えー、米国の雇用統計、やはりですね、えー、まあ、非農業部門の雇用者数が19万人ぐらいの要素、失業率、こちらの方よりも、やはり平均時給の方でしょうか、前回よりも少しプラスというふうに出ております。 ありますが、えー、米国においてましては今対中国での通商交渉しておりますのでこの辺を横にらみしつつそして、えー、現時刻においてでございますが時間外の米国10年債金利が2.86%と2.9%に向けて動いていくような形になるとドルの上進性を強めるんだとは思うんですがこの辺の週末の調整も含めてちょっと非常にクエスチョンマークというところで8の7丸9の5丸でエ円の方う8の7丸で新規買いまあ買い対気、えー、売り戻しが9円のちょうど30 1幅狙いアゲンスト8の4丸30銭1というところでございます。売りの方なんですが9の5丸で売り待機。 え、買い戻し9の20、30銭幅狙い。で、アゲンストは9の75というところで非常にタイトでございますね。109辺の75銭。え、30銭幅狙いの25銭リスクしか取らないよというところでございます。基本的には240分足ボリンジャーマンドの枠組みないというしてみておりますが、さて、このスタンスの枠組みの中でどの程度までですね、え、ま、調整感が出てくるのかというところなんですが、そうなりますと、ユーロドルだとかユーロ円、こちらの方のね、動きもちょっとご注意していただく必要性があるのかなというところだと思います。 原則ドル円レートは109円台の50を超えて7580、まあ、この辺を抜けていくようだったらいったんはエグジットとこういうところでの、えー、9-75というところでの上値のストップ設定というところでございます、えー、G7 でのヘッドラインニュースー私はあまり大きく警戒する必要性はないのかなというふうに思いますが、まあ、一応この辺もご留意いただければというふうにして思います 日経225、東京金融取り市をクリック株365でのストラテジーは、現時刻、まあ22000、まあ先ほど申し上げましたが300円で、ちょっと今下押ししたのかなというところで、22300円水準でございますが、今回の予想レンジは22250円から450円。まあちょっとワイドなんですが、ニューヨークダウンの牽引性を一応警戒してというところでワイドにいたしました。エイアンの方は万、えー、250円で買って400円。まあそうは言ってもちょっと強気に、えー、150円幅狙い。で、アゲンストは、 百五十円イチということで二万二千百円二万二千百円割れたら一旦はエグジットというところでございます。えー、そして売りの方でございますが二万二千四百五十円まあ二万二千四百円でもいいのかなといにして思うんですが四百五十円で売って三百五十円で買い戻しアゲースト五百五十円ということで百円イチというところでございます。まあ本日の日経平均株価はこちらのはちょっと全場締めでしか出しておりませんがまあまあ堅調性は保ってたのかなとにして見ておりますが先ほど申し上げたように二万二千二百五十円 金方をですね、もうちょっと明確に超えていくことができないというところは、ちょっと来週に向けての大きな課題になるのかなというふうにして見ております。マーケットのセンチメントが大きくネガティブには傾いてはいないものの、えー、まあ個人投資家の皆様も含めて、ちょっとやはりどうしても様子見、まあ2 22, 万2,250円とか2万2,300円もちょっと遠いなというところが現在の足元というところで、まあおそらくこの辺のままおびけになっていくだろうというふうにして見込んでおります。 ということで、まだ3時前でございますが、改めてでございます。まあ、株式市場の堅調性というところもですね、まあ、来週どの程度まで試されるのかというにしてみていますが、そうした意味ではやはり、ドル円の動き、えー、注意深く見てらっしゃる方も多いかと思います。えー、先月ながらご案内させていただきますのが、来週の為替見通し、今日はちょっと早めに書かせていただきました。えー、来週は、 えー、6月4週後、安倍首相の求心力次第で円安助長、期待場面と書かせていただきました。えー、まあ、どういったことなのか、ちょっと長田町から聞こえてきた、ちょっと気な臭いところを中心として書かせていただいておりますので、ぜひごご覧いただければというふうにしております。さて、繰り返しになりますが、今夜雇用統計ございます。えー、まあ、大きなトレンドに、まあ、大きい変革を合わせるとは思ってはおりませんが、まあ、当然、マーケットでございます。何が起こるかわかりませんので、リスク管理の方は十分注意していただいて、そして、まあ、お取引 ななされいいにしてもどういった値動きをするのかここだけはぜひチェックしていただければというふうにして思います。以上、6月の1日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました。